What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、一歩ラボの田中です。今日もお話ししたいことがありまして、ちょっとまた一人語りということでお話ししていきたいと思うんですけれども、今日はですね、新たなチャレンジについてということで、ちょっと二つほど話がしたいなと思ってます。実はですね、ちょっと今大阪出張の帰り道なんですよね。最近は月に1回くらいですかね、ちょっと大阪に行く用事があるので鳥取から大阪に出張で行ってるんですが、今回の目的はとある高校を訪問してイベントの打ち合わせをするというものでした。どの高校かというと、天王寺の方にある専修学校クラーク高等学院、天王寺校クラーク高等学院さんなんですけど、こちらを訪問してきました。もともとはですね、一歩ラボが今年の5月に参加したロハスフェスタ、万博公園であったイベントなんですけど、そこにこのクラーク高等学院の先生が3名ぐらいですかね、ブースに立ち寄ってくださって、そこからお知り合いになりました。そのご縁でちょっと今回のお話も頂戴したんですけど、このクラーク高等学院さんがですね、10月に SDGs をテーマにしたイベントをされる予定です。これも、ホームページにもイベントのことが書いてあるので、ぜひちょっと調べてもらえたらと思うんですが、この SDGs のイベント、SDGs マルシェという名前で開催されるそうでして、ちょっと説明を読んでみると、昨年から始まったもので、今回が2回目ですと。で、前回は大阪府環境保全部をはじめとして、16の企業団体、中学校にご参画いただいて実施したイベントということなんですが、第2回目の今回はさらにレベルアップ、大阪市教育委員会の講演もいただいて開催するそうです。で、お客さんとしては地域の小中学生をはじめとしていろんな方に来ていただくということになっていて、目的としては SDGs の認知を広げて身近なものに感じていただくために取り組みますと。なので、生徒たちが主体的にブースを作ったりですね、そのブース自体が企業さんとこうコラボをしてやっていくということになっているみたいで、今回はその一つのブースを一歩ラボとコラボさせていただくことになったというものです。なので、イベント全体もそうですし、今回参加する企業さんとコラボしたブースもそうですし、高校生たちが自分たちでこう作っていくイベントになってるんですけど、そこに一歩ラボのブースも出していたことになりました。で、そこのブースに行ってどんなことができるかっていうのをちょっと今日お聞きしてきたんですけど、一つは一歩ラボが作ってるオリジナル玩具を遊んで、で、高校生が考えたこうクイズとかトライアルが達成できたら景品がもらえるみたいな感じだそうなんですね。例えば、ひらがなが好きになるカードあるんですが、これの絵柄を見て何の絵が描いてるか当てるとか、あと積み木があるんですけど、積み木を指定した形に組み立てられたらクリアみたいな、そういったものを考えてるみたいなんですね。で、一歩ラボとしては実はこういったイベントに玩具を貸し出して、実はその横で今回物販もさせていただくんですけど、玩具を貸し出して高校生に何かやってもらうみたいなことは実は初めてでして、どんな形で当日お客さんが来てくれるかすごい楽しみではあります。今回が第2回目ということで、どれぐらい人が来てくれるかなっていうのは先生もちょっとなかなか見込みが立てないっていうことをおっしゃっていたんですが、昨年が100人以上、150、60人だったかなっていうことを確かお聞きしていたので、今年もそれ以上たくさん来てくれることを期待してるみたいです。あと今年は大阪市教育委員会の講演もあるということで、地元の小学校にチラシをめちゃくちゃ配布するそうですね。なんでそれの影響もあってたくさん人が来てくれたらいいなと思ってます。で、今回チャレンジもう一つ実はありましてですね、このお世話になってる先生からちょっと今日嬉しいお話をいただきました。何かというと、このイベントが終わった後には、生徒たち、高校生が今まで学んできたことを、アウトプットする場として、一緒に何か商品開発できませんかみたいなお誘いを頂戴しました。これぜひとも私としてもやってみたいなと、直感的にも思ったんですね。生徒さんたちは SDGs についてこういろいろ学んできて、インプットを今年度の初めからずっとしてきたそうなんですけど、それを何かしら
具体的な形で出す、アウトプットするみたいなところまでをこうセットにしたいというお考えを先生がお持ちみたいで、今回ありがたいことに一歩ラボさんと何かできないですかみたいなお話を頂戴しました。で、これ一つ多分ここは押さえた方がいいかなと思ってるのが、一歩ラボは玩具とかを作ってるので、まあ、玩具を作るみたいなところから始まってもいいんですけど、やっぱりこう商品を作るからには何かこう今時点である、まあ、課題を解決する道具、ツールであることが望ましいと思ってるんですね。なので、まあ、もし実際に動き出した時には教育とか子供の役に立つみたいなところまで考える範囲を広げて、こう玩具だけにとどまらずに教育っていうところまで範囲を広げて、高校生らしいアイディアをですね、なんかどんどん出してもらって、それをおもちゃコンサルタントとか木育インストラクターの資格を持っている僕が何かしら具体的な形にできたらなっていうことを思ったりしてます。この取り組みも、まあ、高校生としてものを作るっていうのはなかなかできない、まあ、僕からするとチャレンジになってくるので、まあ、なんとか取り組みたいなと思っているところです。というわけで、まあ、今回は大阪出張に行ってきたんですが、まあ、大阪でもかねてから何かしら活動したいと思っていたので、まずそれが一つ具体的になりそうだなと思ってます。まずは10月16日、SDGs マルシェがクラーク高等学院天王寺校であるので、まあ、そこをまずは成功させたいと思います。その次には、なんとかこう商品をね、生み出していきたいなと思ってます。今年度の、まあ、今年中かな、今年中の一つ、また目標ができたので、頑張っていきたいと思います。というわけで今日は新しいチャレンジについてということで、二つほどお話ししました。それでは。今日も聞いていただき、ありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。